こんばんは、みーちゃんです。久しぶりかな？久しぶりかもしれないけど、今日はセブンのおつまみベスト3をしたいと思います。まあね、ネットとかでもね、いろいろね、あると思うんですけど、これはあくまでもみーちゃん調べなので、はい、そこのところよろしくです。はい、今日もセブンのおビールちゃんで乾杯したいと思います。乾杯。ちょっとね、髪まだ濡れてるけど、お風呂入ってきたばっかりで、飲みます。美味しい。なんだろう、なんか、いつもどこのビールもそうやけど、糖質オフって、結構あっさりよね、飲みやすいけど、あっさりな感じが。はい、じゃあ今から出していきたいんですけど、今日も、まあ、毎回ね、なんか、ベスト3とかでなんかこう、欠品してたりとかもあるんですけど、今日も、欠品してました。で、1位が、長芋のおかかのせ。で、長芋が切ってある中に、おかかを別売りしてやって、おかかをなんかかけて食べるやつが、1位だったんですけど、それがちょっと売り切れとって、で、今回は2位、3位、4位を、発表していきたいと思います。が一番売れたのがじゃん、4位がおつまみカニカマってドライブの方に言ったんですけど、食べていきたいと思います。いただきます。あ、もう匂いがカニカマの匂い、カニカマやしね。いただきます。あ、ピリッてしてる。これ、からしマヨネーズなんで、ちょっとピリッてしてて、でもなんか濃厚な感じ。美味しい。あの、子供も好きそう。で、めっちゃたっぷり入ってるけん、食べ応えも。うん。美味しい。これ絶対なんかつまみに合う。このピリッてした感じはいいね。うん。で、第2位は、じゃーん。三種キムチ。まあ、これ定番かな。結構、友達と飲むときとかに、やっぱキムチは、買ってますもんね。やっぱおつまみの一種として出します。この格的？いただきます。うん。あ、キムチって言ったらなんかお肉食べたくなる。うん、でも、ちょっとピリッてして、美味しい。美味しいけどちょっと辛い。でもね、お酒のおつまみにはいいね。うん、やっぱ辛いけど、ピリッて。まあ、キムチの中でも、ちょっとピリッてしてる方かな。でもね、これはほら、もう蓋がついてるので、食べれなかったらね、冷蔵庫で保存もできるし、便利。あ、辛い、でも辛い。で、堂々の第2位は、じゃーん、スモツ。これは、まあ、セブンで買ったことはないですね。ないけど、今回ちょっとランキングなので、まあ、この機会にちょっと食べてみたいと思います。でも、美味しそうだった。ネギもたっぷりに。いただきます。うん、間違いない。なんか居酒屋さんとかのお通しとかに出てきそう。飲み屋さんとか、なんか酢が入ってるけど、ちょっと酸っぱいけど、まあしつこくない酸っぱさ。あ、でもこれに、あ、みーちゃんちょっとポン酢足したりとかしたらさらにいいかもしれない。まあ、今回はね、まあ、ほんとお母さんシリーズとかでもなく、もうおつまみ。まあ、こういうね、おつまみ系のランキングにしてみました。本当にね、帰りにちょっと手軽に買って、まあ、あんまりちょっと食べなく晩酌したい時とかは、まあ、こういうので本当いいのかなって思います。
って、セブン、セブン、ファミリーマート、ローソンとかあるけど、なんかね、まあ、おつまみ系とか、また熱したことないやつとかがあれば、していきたいと思います。ってことで、みーちゃん今からまた飲みたいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとう。また、見てね。バイバイ。